こんにちは、神戸メンタルサービスのトレーナー原博樹です。今日は、女性からご相談が多い恋愛とインナーチャイルドの関係についてのお話をしたいと思います。インナーチャイルドとは子供時代作ったマインドです。子供時代にですね、満たされない思いがあったりすると、これが恋愛に影響を及ぼすことっていうのが多かったりします。普段は自律的な女性なんですが、恋愛になると依存的になってしまう、こういうようなご相談があったりします。彼氏とデートをして一緒にいるときはいいんですけど、彼氏とお別れをして次のデートまで会ってない時間っていうのは寂しくて不安になってしまう。で、電話がつながらない、メールからの返信が返ってこない、 LINE がつながらないみたいなことがあったりすると不安になってしまう。そして、彼氏に寂しいってことを過度に訴えてしまったりとか、過度にメールを打ってしまったりとか LINE を打ってしまったりして、彼氏にですね、重い女認定をされてしまう、こういうような話があったりします。で、重い女認定をされて今までの恋愛がうまくいかなかったので、今度こそはもう寂しいとか過度にメールを打ったりとかしないわと心に誓って頑張るんですが、でそうするとですね、我慢するようなことになってしまうんで、それはそれでやっぱり苦しくて心が不安定になってしまう、こういうようなお話があったりします。普段の人間関係では自律的な女性なのに、なんで恋愛だけ依存的になってしまうんだろう、こういうことをお話をして探っていくと、インナーチャイルドの話になってきます。例えば子供時代にですね、両親が共働きで働いていて寂しい思いをしたとします。でその寂しい思いが、子供時代の寂しい思いが言い切っておらず心の中に残っていると、恋愛なんかで悪さをしてしまうわけですね。恋愛なんかで子供時代に言えてない寂しさが浮上してきて、彼氏との関係で過度に寂しいっていうのを感じてしまったりとか、パパやママと一緒にいて欲しかったと思いが彼氏との関係に投影されるんで、彼氏に過度に一緒にいてほしいって、こういうふうになってしまい、重い女認定されてしまう、こういうような仕組みになってしまうわけですね。でヒーリングワークでインナーチャイルドを癒していくとですね、寂しいとか一緒にいてほしいと思うがそんなに出なくなっていって、彼氏とは会ってない時間でも寂しくなかったりとか、電話や LINE やメールが繋がらなくても不安な気持ちではなかったりするんで、恋愛がうまくいくようになるんですね。でインナーチャイルドを癒していって、恋愛がうまくいった、そういうケースは非常に多いです。インナーチャイルドを癒して、ぜひ恋愛をうまくいくように、恋愛が良くなるようにしてみてくださいませ。インナーチャイルドを癒せる体験ができるヒーリングワーク、他のワークショップの情報はこちらをご覧ください。